小歯磨きの話、レザークラフトを趣味としてまして、小歯磨きっていう作業があるんですよね。で、これ何かっていうと、レザーを切ってね、縫い合わせるんだけど、切った断面っていうのはそのボソボソしてるわけね。その皮がガタガタだったりとか、なんか皮の繊維が出てきちゃったりとか、あ、布でもあると思うね。布の切ったところっていうのは糸くずが出てきたりとかね、汚いんですよね。で、それは要するに耐久性にも影響するし、見た目も悪いということで、レザーの場合、本革の場合もですね、その小刃断面をね、切った断面をきれいに整えるっていう作業をねするわけですね。で、これは小刃磨きって言って、具体的にはトコノールっていうね、液体を塗ってですね、接着剤みたいな液体なんだけど、トコノールっていうちょっとネバネバした液体を塗ってですね、それで布とかでゴシゴシ磨くっていうね、まあゴシゴシって言っても軽くですけどね、ほんとサッサッサッって磨くみたいな、それをね何度も繰り返すわけね。一回終わったらまた紙やすりとかで落として、でまた塗って、またはまあ磨くみたいな、3回ぐらいやるとすごくね滑らかになるっていう、そういう作業なんで、私ね今までねレザーグロスやってて、それやってこなかったのね。なぜかというと、トコノール買わなきゃいけないですよね。買いに行かなきゃいけないですよね、トコノールを。だから、このね、トコノールっていう薬品ね、これがないと、小歯磨きそもそもできないですから。ちなみに、水つけて磨くだけでもかなり良くなります。あと他にも、いろんなやり方があるんだけどね。ロウでね、処理したりとか、あるんだけど、まあ、普通はトコノールですよ。で、それが一番簡単だし、綺麗だし。素人でもできるっていうね。で、トコノールを買いに行かなきゃいけないんで、つい1年か2年ぐらいやってなくて、ね、で、つい先日、トコノールを買ってきて、持ってまして、それでそれやってみたのね。で、あんまうまくいかないな、みたいな感じで。変わりがわからんっていうね。磨いた時と磨いてない時の変わりがわからないっていうね。で、ちょっとやめていて、つい昨日とかね、もう一回やってみたのね。しっかりやり方をね、ネットとかで学んで、それでやってみたらね、明らかに、小歯磨きする前と後と違いますね。明らかに違います。本当明らかに違います。市販品の、ちょっとした革小物、革のコインケースとか、これもね、小歯磨きの処理がされてるようなね、いろんなやり方あると思うんだけど、それには及ばないけども、素人がやってる人はなかなかいいな、みたいな感じで。少なくとも手で触った時に、独特のね、ボソボソした感じとか、ガタガタの感じがなくなっていると。そうですね、例えて言うとですね、木工、木のね、机とか作った時に、角っこを最初は切りっぱなしだから、なんかチクチクしたりとか手が引っかかりますよね。で、そのままでも使って使えないことはないし、機能としては十分なんだけど、やっぱ使い心地ってのあるね。机の角持ったりとかするから、これでね、ヤスリをかけて、でニスを塗るみたいな、そういう作業ありますよね、角っこのところに。特に椅子なんかはそうですよね、座るから。で、それをやるとスベスベになって怪我もしないし、なんかいいみたいなね。それがね、木工でいうとこの小歯磨きだね。レザークラフトの小歯磨きだね。それでね、これがね、多分一番使えるというか、あるいは一番差が出るっていうのは、ヌメ革。分厚いヌメ革ね。要するにバグに使うような2ミリとか3ミリとかね、もっと太いヌメ革って言われるもので、これをね、切った時にやっぱ断面図が粗いんですよね。それで小歯磨きするとかなり良くなるっていう、そういうことだと思うんだよね。で、ヌメ革っていうのはすごくぶっといんでね、減り返しとか他の技法が使いにくいと思うんだよね。強度の問題もあるし、そもそも太いから、この折れないっていうね。折るんだったらまたすきとかね、そういうすき作業とかしなきゃいけないから大変なんだね。だから断面図の小歯は小歯磨きで処理しちゃうっていうのが一般的だと思うんですね。で、私はヌメ革をほとんど使ってなくてですね、
シュリンクレザーとか、あと普通のね、100均とかで売ってる1ミリぐらいの、歯切れ。クロムなめしだと思うんだけども、上がね、そのビニールのような風合いになってる。あるいは、まあ、ビニールまでいかなくても、ヌメ革じゃないな、みたいな、そういう感じになってるような、風合いの歯切れ革。歯切れの本革ね、牛の革ですけども。これを使ってるんですね。つまり、要するに1ミリとか0.5ミリとか、そのぐらい薄い革をね、使ってですね。だから薄い革のコバね、コバ処理、断面処理はね、難しいんですよね。薬剤、トコノールを塗るって言っても、こう薄すぎて塗りづらいし、磨くって言ってもふにゃふにゃだからね。磨きづらいっていう。いうことでね、避けてたんですけど、これもやってみたら、明らかに違うし、明らかに良くなってるってね。ありましたん、ね、で、楽しいと思ったね。で、その中で一番うまくコバ処理ができてるとこ、つまり切りっぱなしのところと差が出ているところ、これはね、本当に嬉しくなっちゃいますよね。あ、ここまで違うんだ、みたいな。綺麗だな、みたいな感じで。で、よく、コバ処理にはまってる人とかね、見受けられるんですよね。いつまででもコバ処理やっちゃう人とか。私はね、それはあんまりはまらないだろうなと思ったんだけど、ちょっとね、コバ処理、いいな、みたいな。時間かかるし、めんどくさいし、不必要とも思われる、作業なんですね。機能的には問題ないから、やんなくてもね。だけど、これ、綺麗にできたら、なんか、いいな、みたいなね。そういうね、磨き作業といいますかね、それ、ちょっと、楽しさをね、教えてもらいましたね。レザークロスやってると必ずコバ処理はね、コバ磨きとコバ処理は、通らざるを得ないような道なんですね。その、面白さ、楽しさ。いや、だから、楽しいからやってんだなと思って。見た目が良くなるとかね、だけじゃなくて、これ、自分でやったら面白いなとかね、楽しいなとか、うまくできたなとかね、いうことですね。縫い作業もね、縫う作業もね、めんどくさいんだよ、これ。縫う作業もめんどくさい、すごくね。だけど、この、縫い目がね、平縫いで斜めにパッパッパって決まっていくとね、後から縫うと、すごいみたいなね。手縫いでここまでやったぞとかね。縫いもね、細かいテクニックで、糸を斜めにするテクニックがあるんですよ、すごく。こう、ガタガタにならないんでね。しっかりこう、斜めにこう、いわゆるレザークラフトみたいな縫い方があるんで、コツがあるんで、それやるとね、やっぱりね、良くなるんですね。機能的にはガタガタでも、整然と斜めでも変わりません。だけど見た目というかね、自分のテクニックの証明といいますか、これプロっぽいよねとかね、これ慣れてる人がやったみたいだな、みたいな。そういう風になって楽しいというかね。まあそんなふうにね、今回のコバ磨きのね、楽しさに気づかされたお話でした。